2人プレイ用のシューティングゲームです。ピストルのグリップと引き金の形をしたコントローラーで、サボテンや岩の陰に隠れながら自分のキャラクターであるカーボーイを動かし、相手を撃ち、制限時間内で点数を競います。当時としては画面内を上下左右に自由に動き回れるのが新鮮でした。